ひさおじゅうらん作。あおじゅうろうとりものちょう。ごだいさんの乗り物。神隠し。もう、九つに近い。さむざむとした広い書院の、金巻へのぼんぼりを隔てて、南町奉行、池田海の神と、控え同心の藤波ともえが、差しうつむいたまま、ひっそりと、大座している。新陳たるや紀の中で、とぎれとぎれに、 コールギが泣いている。これでもうかれこれ市販時、どちらもしあぶきひとつしない。江戸市といわれる鳥物の名人、南町奉行所の御異性は、ひといにこの男の働きによるとはいえ、ほいの江戸町奉行が貧相な同心連れと、二人っきりで退座するなどは、実もって前代未聞、何かよくよく重大な事態が差し迫っているものと思われる。今日の夕刻、 おくるに近い四つや三つけ付近で、何とも下しかねるような奇ーな事件が起こった。10月13日は、浅草ドブダガの長演寺のおめい首などで、奇襲校、徳川持つぐの愛称、お中老の大は例年通り御皇室の第三を済ませると、総黒漆の乗り物を連ねて、猿若町の市村座へ回り、七つ、午後4時まで芝居を見物し、 飯田町、マナ板橋から中坂を上り、暮れむっつ、午後六時少し過ぎに四谷五門、外工事町口の木戸、四谷見つけ交差点を通って、お上屋敷、今の赤坂離宮のある地域の五正門へ入ったが、外工事町口の木戸から正門までのわずか五六丁の間、長いの山とお堀と見つけと木戸で囲まれた黒のような中で、十三人の腰元が、 乗り物ものとも、煙のように消えうせてしまった。番所の控えには、無通上国、紀州様おうち、ご中老以下、締め二十二丁と、ちゃんと記帳されたのに、正門を入った時は、それがわずか九丁になっていた。ところで、その十三丁の乗り物は、この袋の中から出ていないのである。麻布全福寺のヒュースン襲撃事件があって以来、 にわかに町木戸が増やされ、クレムッツを合図に木戸を閉ざし、それ以降の通行は、いちいち基調されることになっている。長井の赤土山について、安鎮坂を降りたとすると、青山一丁目、ゴンダワラの木戸。お堀に沿って、木の国坂を下ったとして、そこから外桜田へ抜けるには、食い違いご門か赤坂ご門。溜池の方へ行くには、赤坂見つけの木戸。 赤坂表町へは、壇上坂の辻番所。どんなことがあっても、いずれかのマス型か軌道で追加され、お改めを受けなければならぬはずなのに、乗り物にも価値にも、それが全然通っていない。くどいようだが、軌道内からは出ていないのである。消え失せた十三人の腰元のうち七人は、一口に、ナチ州と言われる、新ナチ流の小立ちの使い手。 しばしば諸行から書紋されたほどの名誉の者どもで、毎年10月15日の紀州校の誕生日には、同じくご休息の染岡の腰元と武芸の試合をご覧に入れることになっているが、江戸の下町から上がった染岡の腰元どもの手に合うはずがない。毎年大井の組が舵を取って、お褒めに預かってきた。その恒例の15日は、あさってに迫っている。 つぼね争いというのはよくあることだから、染岡が大いの長を妬み、相手の力を削ぐために、自分のつぼねへでも引き込んで、押し込めてあるのではないかと思い、奥年寄りの老女に命じて、密かに染岡のつぼねを伺わせたが、これは無駄骨に終わった。東門、辰巳門、木の国坂門、サメヶ橋門と、はじめから十二のどの門も通っていないのである。 こうなれば、もう、神隠しにでもあったか、大地に吸い込まれてでもしまったかと思うより他はない。あっけに取られて、顔を見合わせるばかりだった。もっとも、後になって考えると、この日、ちょっと妙なことがあった。本尺数曜、ダラニボンの土卿が済んで、これから健康化の式に移ろうとするとき、下座にいたヒワという腰元は突然、 あっと小さな叫び声を上げて顔を伏せてしまった。隣に座っていた乙木坊主の朝顔という腰元がそっと尋ねると、今、お葬儀様が憐れむような目つきでじっと私の顔をご覧になった。と妙なことを口走った。一行が一村座へ着いたのは四つ午前十時過ぎで茶屋からすぐ桟敷きへ通ると、ミスを下ろしてブレイコーの主演が始まった。 狂言は、木阿弥の小袖蘇が、あざみの色抜いで、小段子の精神に、久米三郎のいざよい、三十郎の大寺昌兵衛という評判の顔を合わせ。湧き返るような掛け声を浴びながら、小段子がゆすりの短歌を切っていると、さじきの下で喧嘩が始まった。足を踏んだ、踏まるという拉致もない水管同士のつかみ合いだったが、この天夜万夜の騒ぎの最中に、どこからともなく、 こんな呼び声が聞こえてきた。帰りが怖いぞ。帰りが怖いぞ。ほら穴に潮が差し込んでくるような異様におぼろな声で、はっきりと三度まで繰り返した。何しろ、そんな騒ぎの折からでもあるし、大して気にするものもなかったが、戦国の秘話という腰元だけは、これを聞くとまた血の毛をなくして。あ、あれは。 お年様のお声です。は母、あ、怖い、恐ろしい、と耳を塞いで突っ伏してしまった。何をつまらぬ。で、その時は笑い飛ばしたが、このことがなんとなく不気味に朝顔の心に残った。火はと申すものは日頃から感の強い娘でございまして、よく引きつけたり倒れたりいたします。多分夢でも見て、そんなことを口走ったのでございましょうが。 また一方から考えますと、日頃の新人をめでられ、お祖しさまが日和の口を通してご次元くださったのではありますまいか。拉致もないことのようですが、一言申し添えます。という、大いの申し立てだった。まだ一通りもある宵の口に、十三人も一遍に神隠しに会うなどというのは、前代未聞のことで、ただただ。 きっかいというより他はなかったのである。南と北。海の神が、不意と顔を上げる。老中、安倍伊勢に認められ、五十人頭から町奉行に抜擢された秀才。まだ三十そこそこの若さである。青白い単成な表を、藤波の方に振り向けると、 言うまでもないことだが、古くは江島・育島事件。近くは中山・保家教授事件という試しもある。さなきだに、都学の世標のある織柄、御三家の奥女中が芝居見物の木と、十三人も揃って駆け落ちしたなどと、取り立たされるようなことにでもなれば、おみ御一門の威信に関わる余裕しい問題。さような風評の立た,たぬうちに、いかなる手立てを講じても、 事件の本末を尋ね、十三人の所在を明らかにせねばならぬ。と言って言葉を切り。単に、世表のことばかりではない。実はこのことは、まだ、持ちすぐ様には内密にしてある。存じてもおろうが、奇襲校は、所事、ご厳格な方でやらせられるから、このようなことがお耳に入ったら、お怒りもさぞかし、とても、二人や三人の腹切りでは愛済むまい。家事、不行き届きの角をもって、 大勢のけが人ができよう。安倍様も、この点をことごとくご心通。大勢の命に関わることであるから、たとえ草の根を分けても、明日いっぱいに探し出し、もようしのある十五日の朝までに、必ず十三人を壺に戻し置くようにと命ぜられた。それにつけて、と、言いかけて、ちらと美しい眉のあたりをかげらせ。この月は、 当、南町奉行所の月番。それにもかかわらず、北町奉行所の張間の神へも、同様のお沙汰があったというのは、いかにも侵害だが、かような緊急を要する事件であってみれば、それもまた、やむを得ぬ処置かもしれぬ。ことに、この説は、我々の番所は失策が多く、とかく北に抑えられてばかりいる。どんなお取り扱いを受けても、まず、一言もない。 カのノ神は膝に手を置いて虫の音に聞き入るような目つきをしていたが、急に激したような口調になって。しかし、何としても、今度ばかりは負けられぬ。万一北に出し抜かれるようなことになったら、それこそ一代の不面目。月番奉行の役柄の手前、のめのめと職にとどまっているわけにはゆかぬ。お役ごめんを願うつもり。どうだ、藤波。 賞賛があるかそれともまた、北の顎十郎にしてやられるか藤波は返事をしない、そぎ立てたようなトゲトゲした顔を見解に振り立て、険しく目を光らせながら、そっぽを向いている。名人仇とでも言うのか、辛辣で傲慢で偏屈で、あまり人に好かれぬ男。六十五日、機嫌のいい日はないのだが、とりわけこの頃は、 虫の居所が悪いらしい。北町奉行所のよりき筆頭、森川昌平のおいのセンバー小十郎。出来損ないの東岸のようなホーもない顎をぶら下げ、苔か薄なの,のかと思われるような間延びのした顔をしているくせに、勘がいいというのか、どんな入り組んだ綾でも何でもないようにスラスラと解く。もう一歩というところで、いつも一足先に出し抜いてしまう。 それに、やり方がにくい。自分の手柄を一切合いおじの小兵になすりつけ、どこを風が吹くといったようにすっとぼけている。今までは、北町奉行所などはあるかなしかの存在。番所といえば、南のことに決まっていたくらいなのに。この男が北へ現れてから、急にこちらの旗色が悪くなった。江戸一と折り紙をつけられた藤波の肩書に、 これでも、三よ度も、泥を塗られた。飼いの神は、何とも言えぬ、苦味のある微笑を浮かべながら、じろりと、藤波の涙を眺め。聞くところによれば、数多い、江戸中の六尺中間、馬邸など、ことごとく身内に引きつけ、それらを手足のように、自在に働かすそうな。たかが晩書の長面くりだというに、不思議な男もあればあるもの。 藤波は、きっと顔を振り向けると、あざけるような語気で、向こうが中原小物なら、こちらは同心火薬。上回り、恩密無足長者、下匹まで合わせると、五百二十人。藤波は、死んでしまったわけじゃございません。ふむ。では、明後日の朝までに、きっとことを分けるか必ず、しおうせてご覧に入れます。もし、 死存したら、藤波は、凶慢な眼差しで、甲斐の神の目を見返し、生きちゃおりません。下の朝。寒い朝で、ようやく朝日が昇ったばかり、麹町の新法寺原に、一面に、霜柱が立っている。長田町よりの地酒に、新法寺という寺があって、その塀のそばに、 ビロード巻き、アジログロの、友乗り物が三つ、散々に打ち壊されて転がっている。ミスはちぎれ、底板は抜け、長棒は折れ、ほとんど形のないまでに粉々になっている。藤波が、城周りからの知らせで、下っ引きを一人連れて、下柱を踏み砕きながら、行き先切って腹の中へ入っていくと、黒羽部隊の座合わせを気流しにした、ムーとした男が、 こちらへ背中を向け、かごのそばへしゃがみ込んでいる。ほっとして、立ち止まって眺めると、案にたがわず、北町奉行所のケチな正面懲り、アゴ十郎こと、千葉アゴ十郎。まるで匂いでも嗅ぐかのように、かごに顔を追つけていたが、そのうちに、のっそり立ち上がると、日よりでも見るように、後ろ手を組んで、ぼんやりと空を見上げている。 藤波はきっと顔を引き締めると、足早に顎十郎のそばに進んでゆき、悪丁寧な口調で。おお、センさん、そこで何をしておいでです飛びでも飛んでいますか顎十郎は、うんと、曖昧な音響を発しながら、藤波の方へ振り返ると、例のとほんとした顔つきで、これはこれは、大変にお早がけから、と言っておいて、 ぼてぼてとした、とがんなりのあごをなでながら。いやあ、トンなどはおりません。実はね、かごなどが降ってくるうきでもないがと思って、今、すくずくと空を眺めていたところです。ごうじどうも大変な壊れ方じゃありませんか。まるでコッパじんといった低たらく。天から落ちてきたのでもなければ、こんなひどい壊れ方をするはずがない。する程度、これはやっぱり神隠し。かわいやんに人のょうよしは、 カラス天狗にひっさらわれて、オンさんへでも持っていかれ、今頃は散々に口説かれて困っている頃でしょう。と、油紙に火がついたようにまくしたてながら、足元に落ちていた鳥のおばのようなものを拾い上げて藤波の方へ差し出し。おら、この通り、その証拠に、ここに天狗の羽が落ちています。藤波は、額に缶の筋を立てながら、缶で吐き出すような口調で、 センバさん、相変わらず、はぐらかすねえ。そりゃあ、ごいさぎの抜けばねでしょう。あなたには、それが天狗の羽に見えますかアゴ従郎は、オバを打ち返して、とみ、孔美していたが、やあ、と言って頭をかく。こりゃあ、しくじり。いかにも、天狗の羽にしては少し安手で,です。しかし、それはそれとして、手前には、やはり、神隠しとしか解釈がつきませんな。 第一、これだけの乱暴を働いたとすれば、この辺の草が、相当踏みにじられていなければならぬはずなのに、そういう欠席がない、足跡らしいものは多少見当たるが、草が倒れていないのはどうしたわけでしょう藤波は、油断のない面つきで、切れなが一皮目の墨から、じろじろと顎重楼を眺めながら、すんばすん、まあ、そうとぼけないでものこってすよ。 いくらひどく踏みにじられても、一晩激しい霜にあったら、草がしゃっきりおったつぐらいの方、あなたはご存じないはずはない。つまらぬシャレはそのぐらいにして、そろそろ代替わりにしていただこうじゃないか。神隠しだというお見込みなら、何もこんなところでまごまごしていることはない。お山へ出かけて行って、大天狗を召し取られたらどうです。あなたとは、いい取り組みでしょう。青十郎は、大真面目にうなずき。 いやあ、おてないでください。それほどに、うぬもれてもいません。飯取るというわけには行きますまいが、掛け合うくらいのことはできましょう。では、そろそろ出かけますかな。こんな人を食った男も少ない。本来ならば、塔の昔に感触を起こしてすっぱ抜いているところだが、いつそやの出会いで、相手の底知れぬ主練を知っているから、鏡をしながら虫を殺していると、顎十郎はじんじん場所りをして、両袖を突っ張り、 いや、ごめん。と、軽く言って、ちょうど七流れのカラス天狗のような格好で、ひょろひょろと歩いて行ってしまった。行き添っていたセンタの一の子分、だん張りの朝太郎。めったに顔色も変えることがないのに悔しがって。ち、畜生。いつもの旦那のようでもね、歯までけにされて。と、足ずりする。藤波は見返りもせず、ずっと乗り物のそばへ寄ると、 そこ板を返したり、網漁を撫でたりして、テキパキと改め始めた。朝太郎は、抜け目のない様子で、藤波の後について歩きながら。バカなことをお尋ねするようですが、実のところ、やはり神隠しなんでございましょうか。藤波は、ふふんと鼻で笑って、神隠しなら、いっさ始末がいいが、そんな生優しいこっちはねえ、さらわれたのだ。 でも、どの軌道も出ちゃおりません。何を十三の乗り物は、ちゃんと軌道を通ったはずだ。現に、ここにこうして投げ出してあるじゃねえか。そりゃあ、そうですが、番書には、それぞれ十人からのお金番が控えております。一体、どうしてその目をくらましたのでしょうたった一つ、方法がある。軌道内にいないとすれば、軌道から出たと思う他はない。で、どうして抜け出したのだろう ちょっと頭をひねるとすぐ分かった。実にどうもわけのねえことなのだ。夕べはご名句の当日で、奉望の寺にご会長があったから、ちょうどあの国園には、外工事町口のあたりは、五代三帰りの女乗り物でごったがいしたはず。ご正門近くで、紀州様の行列を追い抜きながら、十三の乗り物を自分らの行列に繰り込むくらいのことは造作もない。朝太郎は、 勘に耐えたように膝を打って。なるほど。そう聞きゃ。こりゃわけもねえ。脱臭をご所望になっていた、いずれかのお家衆が、かねてこの日を目当てにし、あらかじめ、紀州様の六尺と、手はずをしてあったのだ。まもなく、センターがやってくるが、あの国元に、赤坂大山の軌道を取った家衆が知れると、神隠しの主は、造作もなくわかる。ちょうど、そこへセンターがやってきた。 草相撲の前頭のような滑腹のいい体をゆすりながら近づいてきて、この場の様子を眺めて。うわこりゃ、とえれえことをやらかしたもんですね。藤波はうなずいて。なんであれ、奇襲様のご縄文のついたお乗り物を叩っこわすなんてのは少し無茶すぎる。これが表向きになったら、生やさしいこっちは収まらねえ。それはそうと、そっちの調べはどうだったセンタはこ小しをかがめて。へ やはり、お見込み通りでございました。気州様とほぼ同時刻に、外麹町口を通った女乗り物は、赤坂表町の松平明神様、それに、外桜田の鍋島様と毛利様、このお三家でございます。松平様の方は、丸山上神寺のお帰り、毛利様は、早稲田馬場下の、岩盤祖師のお帰り、鍋島様の方は、大塚本殿寺のお帰りでございました。 外工事町の軌道を通った時のそれぞれのお乗り物の数は、それが都合の悪いことに、お三家がお通りになったのが六つギリギリというところ、最後の鍋島様がお通りになったところで太鼓が鳴って軌道が閉まり、ちょうどそこへ、紀州様のお乗り物がついたというわけで、従ってお三家中の乗り物の数は分かりかねるんでございます。うん、よろしい。では、軌道を出た時の乗り物の数は、 モツトイラ様は赤坂三つけの軌道をお通りになって、これが26丁。モーリ様は食い違いご門をお通りになって、これが同じく二十六丁。鍋島様は赤坂ご門のマス方で、これが二十四丁でございました。よしよし。それで、市村座の方はどうだった役者で駆け落ちしたような者はいなかったかご承知のように、夕べは三座の新狂言七代読みの日で、猿若町は上方役者の乗り込みで、 よっぴてひっくり返るような騒ぎ。市村座でも、太夫元から役者、狂言型、下回りまで全部三階に集まって、寄り始めの酒盛りをしておりましたが、一人も欠けたものがございませんでした。変わった聞き込みといえば、十五日のお催しのため、紀州様から、紙、衣装、下座一式のご注文があったというくらいのものでございましたが、それとは別に、ちょっと妙なことを小耳に挟んだんでございます。ん センタは、気色満面の手で。それが、実にどうも、バカバカしいような話なんで。なんだ、早く言え。例の、お寿司様のお声というのは、はっきりと聞いた者が、八九人いるんでございます。それがどうした誰が聞いたところでも、それが、ひどい咲かなまりだったというんです。ねえ、旦那。お寿司様のご称号は、阿波の小港、咲かなまりのお寿司様なんざ。ちと、 おかしいでしょう藤波は、目つきを鋭くして、何か考え込んでいたが、突然、ふっふっふ、と、凶慢に笑い出し。これですっかり、当たりがついた。なるほど。あの、シ楽な乾燥工なら、このくらいのことはなさりかねない。お前らも知ってるだろう。斎藤派無念流の斎藤役郎。乾燥工が手に品を変えて、せっせとお使わし物を送って、 ようやくお抱えになるところまでこぎつけたところを、奇様が横合いから、んまりでさらってしまわれたことがある。つまり、今度はその仕返しをなさったのだ。と言って、日差しを眺め。おお、もう五つか。あまりゆっくり構えてもいられねえ。俺は、これから向こうへ乗り込んでいって、十分に調べ上げ。詳しく、お答え書きを作っておくから。朝太郎、お前、夜更けになったら。 ご用部屋の窓下へ受け取りに来い。そして夜が明けたら、すぐに池田様のお屋敷にお届けするんだ。いいかそれからセンター、おめえは火薬のお役宅へ行って、それとなく訳を話し、俺が朝の五つ時になっても帰らなかったら、首頭に様子を見させによこしてくれ。気の荒い佐賀法の領地へ乗り込んで行くんだ。どうせ、無事じゃ済むめえ。 カぬすびと。ねえ、組役。あ、あんまり部屋で見かけねえ顔だが、今まで、ど、どこにいらしたんでおしは、西の丸の新組におりました。へへっ。ちっとばかり、しくじりをやらかしましてね。ま、よろしくお引き回しを願いますよ。さ、もう一つ。す、すいませんね。ひもう、十分にちょういたしましたよ。ひ いけね、そうついだって飲みません。何もそう縁なさることはねえ。顔つなぎだ。もう一つ、いすでよくやってくんねえ。ち平町の天神横丁。油ひょうじに氷炭と駒を書いて、かいやと読ませる居酒屋。ぐずぐずになって、今にも潰れそうに体を泳がしているのは、あばたのあるおかちか門番かという様子の男。酒をついでいるのが藤波ともえ。中ぞりを、 広く開けた突っ込みに良い。六尺番店に冷めし通り、どう見ても腹っからのお六尺。ねえ、お門番んん。昨日五代さんがあったようだが、あれはいって、いくつ出たんで五代さんって、どちらの五代さん五代さんなら、大塚の本殿寺に決まってる。ひっ、よく知ってらっしゃいますね。そ、それならば、十四町。これはケブだ。 しは部屋の窓から何気なく数えたんだが、帰ってきた時はもっと多かったようだ。どんとした顔で。よくわかりませんね。い、一体いつ残ってずそうさ、ちょうど6つ半ごろ残ってさ。しゃっきりとなって。そう、それならばよく覚えてあります。その説手前、ジョルリオをうなっておった。しの数えたところでは、確か、 二十四兆だったように思うんですがね。さ、さよう。以にも二十四兆。なぜかと言いますと、その折、十四個をさらっておりましてね。それで、はっきり呼ばえております。えい。確かに、二十四兆ですかい。確かに、二十四兆。門兆をお見せしてもやらしい。確かに、ええ、確か、確か。とうとう、潰れてしまったのをそっけなく見捨てて、奥まったついたての後ろへ入り込み、 紙と筆を借りて、何かこまごまと書きつけ、封をして、それを道巻の中へ落とし込むと、居酒屋を出て行った。それからご飯時、藤波の姿が、おかち長屋の後ろの方へ現れる。そろそろと、かご部屋のある方へ進んで行って、長い間、軒下の闇の中へしゃがんでいたが、あたりに人の気配のないのを見定めると、ずっと、引き戸のそばへ行く。腰に挟んでいた手ぬぐいを、 天水を受けに浸して湿りをくれると、それを角張の受けに巻きつける。一ひ,ひねり、二ひねり、がくりと情が落ちる。引き戸に手をかけて引き開けようとすると、いないはずの闇の中から、二人の中元が飛び出して、ムンズと藤波の襟紙をつかんだ。お、こいつ、鏡屋の女王。一人は、中元部屋の方へ向かって、大声に叫び立てる。たちまち、バラバラと、十二三人走り出してきて、 ぐるりとあたりを取り巻いてしまった。しまったと思ったが、生地じ,じたばたして自分の身分が露見すると、到底ただではすまないから、観念して突っ立っていると、ガヤガヤを押し分けて割り込んできたのが、ごじゅうろう今まで中間部屋で寝っ転がっていたものと見え、寝ぼけまなこを見開いて、藤波の顔を月の光に透かして眺めていたが、 感心したように、長い顎を振り振り。かご部屋をならと、変わったるすっともあるもんだ。工学のためによく面を見てやろう。部屋へ引っ張っていけ。ようございます。修玄どもは面白がって、手取り足取り、藤波を部屋へ引きずり込んで、大の字に押さえつける。こ十郎は、のんびりした声で。何か貴様のものを持っているかもしれね。すっぱだかに、ひんむいてしまえ。やれやれ。 やれやれ。で、寄ってたがって裸にする。一人が道巻から宣告の手紙を引きずり出し。先生、こんなものが。受け取って眺め。なんだイゲ様へ、富士より。大支流のいい手だ。こいつ、づかいもすると見える。とても、六尺なんぞのかける字じゃねえ。どっと笑って。そりゃさった、こいつの始末はどうしますかわねから、ぐるぐる巻きにして、隅っこへ転がしておけ。 朝になったら、百叩きにして、話してやろう。身の虫のようにぐるぐる巻きにされたのを見すますと。よし、お前らは、しばらくあっちへ行ってろ。俺はちょっと、こいつに意見をしてやる。六尺どもは、先生は相変わらず水凶だ、と、口々に生やしながら、部屋続きへ引き上げていく。顎十郎は、板の間に転がされて、目を閉じている藤波のそばにしゃがみ込み。時に藤波さん、 寝落ちはどうですまんざら悪くもないでしょう。藤波は悔しそうに、きりっと歯鏡をする。青十郎は、ヘラヘラ笑い出して。まあ、そうご立腹なさるな。どういうご縁か知らないが、よく不思議なところで落ち合いますな。五道系の至りと言いたいところだが、実を言うと少し小うるさい。今までのところなら、大して邪魔にならないが、今度は南か北かというつばざり合い。 役所の格付けが決まろうという大切な瀬戸際だから、あなたにちょこちょこ配達されると、手前の方は大きに迷惑をする。すいませんが、明日の朝まで、ここへ転がしておきますから、どうかそう思ってください。藤波は、もう観念したか、返事もしない。青十郎は、依然として、のどかな声で。しかしね、藤波さん。私もあまり、野暮なことはしたくない。この手紙だけは、池田海の神に届けてあげてもいいのですが。 私も男だから、つまらぬ嘘はつきません。どうしますそれとも、破いてしまいましょうか。お返事がないところを見ると、破ってもいいのですな。藤波は、痩せ細ったような声で。届けてください。このつごろ、下っ引きが、部屋の窓下へ来ますから。どうかそれに。渡してやって。藤波の目尻から、方の方へ、ずーっと、 悔し涙が伝わった。切腹。百叩きにこそされなかったが、散々中間どものなぶりものにされて、門を突き出されたのが朝のうつはん。煮えくり返るような胸を押さえて、カラスネを風に吹かせながら、三年帳の通りを歩いてゆくと、横丁から小走りに走り出してきた千ぶりのセンター。 頭から湯気を立てながら。はああ、旦那。ちょうどよかった。それで、お調べの方はどうでしたまるっきり、果て違いだったでしょう。何を言う。大塚本殿寺五代三の乗り物。出た時が十四丁で、帰った時が十四丁。十丁だけ多く入っている。もう、間違いない。センター、上の空に聞き流して。そりゃそうと、その筋は、まだ殿様へは、お答えになっていねえでしょうね。よっ。 ちくいちしたためて、さぐやおそく差し出しておいた。今頃はちょうどお手元へ届いているころだ。センタは目の色を変えて、ぐう、そ、それはおごとだ。何がどうしたとセンタは手を泳がせて。ま、ま、まるっきりの剣と違い。十三人の腰元はどこの木戸も出ていない。実は、安心坂寄りの不条文からお屋敷へ入って、大いのつもぬに隠れているんでございます。藤波は、 さっと血の毛をなくして、それをどこから聞こんだええ、あんまり寒いので。稲荷下の諸白屋で一杯やっていますと、入ってきたのが、六尺が職人に化けたような妙な二人連れ。聞く友なしに聞いていると、ちらちら気がかりなセリフが混じるから、思い切って頭から脅しつけてみますと、今申し上げたような話、辛抱寺払へ空乗り物を担いで行って壊したのも、そいつらの仕業だったんでございます。 しかし、鍋島の乗り物の数は。だから、それも大間違い。二人を辻番所へ預けて、すぐ、赤坂五門へすっ飛んで行き、門帳を送りながら、手厳しく突っ込んでみると。いや、どうも。万の悪い時はしょうがないもの。本殿寺からの帰りの十四丁と、赤坂今井谷へ行った。やはり鍋島様の十丁の顔は、ちょうど五門前で落ち合い、両方合わせて、鍋島様を打ち、使命二十四丁というわけ。 誰の間違いというわけでもない。つまり、こちらの運が悪かった。今井谷は、目と鼻の間、すぐ寺へ飛んで行って調べてみると、鍋島様の五代三の女乗り物は、いかにも十ゅっちょ寺を出たのが、六つ少し前へ。藤波は、よろよろと、二三歩後ろによろめくと、下柱の立った土手へ、ぺったりと腰を下ろして、両手で顔を覆ってしまった。仙のセンターは、 肩で大い気をつきながら。旦那、旦那、あなた一人のことじゃない。殿様が大恥を書く。人もあろうに、鍋島乾燥庫を今度の犯人だと正面切ってソリンをし、これを老中列座の中で披露したその後で、丸っきりの間違い、検討違いだなんてことになったら、とても、おやくご御免どころでは済まない。軽く言ってへえもん、悪くすると腹切り。こんなところにへたり込んでいる場合じゃありません。黒煙はまだ。 六つ半を少し回ったばかり。ことによったら、まだ間に合うかもしれねえ。おろへ、お上がりにならぬうちに。さあさあ、少しも早く。藤波は、青白い方に紅を吐き、狂乱したような目つきで立ち上がると。そうだ、こんなことをしちゃいられねえ。俺はいいが、これはいいが、なんとかして、殿様を。が方のように口しりながら、つぶじのように駆け出した。佐久間町の辻で三枚籠を雇い。 宙を飛んでばしうちのお役宅へ乗りつけると、飼いの神はついさっき、本丸へお上がりになったというところ。もう行けない。藤波はつぶやくような声で、お帰りを待たしていただきたい、と言って、惑書院へ通る。お下がりになった顔を一目見て、ここで腹を切る覚悟。万感胸に迫って、むしろ何の考えもないに等しい。して、 静かに庭の方を眺めやると、月山の下に大きなぬるでのもみじがあって、風が吹くたびにひらひらと枯れ葉を飛ばす。さながら自分の最後を見ているようである。それから二時、正午近い頃になって、ただいまお下がりになったという知らせ。今日もんで通してきた俺だ。せめて最後もそれらしく。と、突骨と肩をそびやかして、 控えているところへ、貝の神が、軽々とした足取りで入ってきて、ざりもつかぬうちに。おお、藤波か。さすが、江戸市の折り紙つき。今度はよくぞやった。褒めて取らすぞ。春の海のような気色を満面にた,たえ、弾むようにしとねに座り。今朝のお答え書き、早速安倍様にご披露をした。軌道を出ぬうちなら、軌道ちにいるのでなければならぬ。軌道ちにいるとすれば、 奇襲様の屋敷内より外にないはず。十二の門を通らぬならば、十三番目の門から入ったのであろう。十三番目の門とは、すなわち不条門。そこから密かに運び入れ、己のつぼねに隠した。理由は、思い押し者の急な模様替え。芝居比べでは、所詮、勝ち見はないと見込み、切羽詰まって考え出した浅はかな神隠し。とは、実にやっぱれな名札 北町奉行からもほぼ同様の覆名書が届いたが、そちの方が二時ばかり早かった。安倍様もことごとく五歓月、至極と仰せられたぞ。嬉しいな、そちも喜べ。さらりと白線を開いて、それを高くかざした。畳が四方からまくれ上がってきて、その中に自分が包み込まれるような気がし、藤波は気が遠くなって、がっくりと、 胸の上に、神戸を垂れた。広松の部屋に寝っ転がって、例によって、顎十郎の無駄話。草原は一面の霜柱なのに、乗り物には霜がかかった跡がない。<laughs> これはは、こりゃ、今朝、木戸が開くと同時に、ここへ運んできたのだと分かった。なんでわざわざこんなことをしやがるんだろう。乗り物を見ると、尻滅裂に叩っこわしてある。 人間技でないような壊し方だ。つまり、どうでも神隠しと見せたいのだ。ところで、腑に落ちないのが多いの態度。本来ならば、これは染岡の仕業に違いないと、口でも尖らして、騒ぎ立てなければならぬはずなのに。お祖師様とかご事件とか、妙に霞のかかったようなことだけしか言わない。何か、あやがあるな。で、市村座へ行って調べてみるてえと、蕾ねの芝居比べがあるから。 十五日朝まで衣装一式整えろという五加盟があったとぬかす。これで、すっかり見通しがついた。とかく、女ビーキのお前を前に置いて言うわけではないが、女ってのは細かいことをするもんだな。いや、恐れ言ったよ。お葬式様が睨んで帰りが怖くてそれから噛み隠し、たんまな野郎なんかにはちょっと企めねえゲーだ。ひょろ松はひどく照れて。いくらでもおなぶりなさいまし。 どうせ足は女びいきですよ。<laughs> これは冗談だけど、それで、どうしておつぼねに隠してやることを見抜きました見抜く見抜くも見抜かんもねえ。人間が消えてなくなるわけはないのだから、どうせどこかにいるに決まっている。キロから出すよりは屋敷へ引き込む方が、何と言っても優しかろう。ボンバンのいない不条文なんてものもあるんだから、キどキどを尋ね歩くまでもない。 俺はすぐ、そうと察してしまった。所詮、あまりこしらいすぎるから、帰って尻が割れるのだ。乗り物を持ち出して、壊しなんぞしなかったら、俺だって大いにまごついたかもしれない。ってことで、市村座の帰りに、鍋島の中間部屋へ寄ってみると、藤波が六尺に巻き込んで、籠部屋の前でうろうろしている。鍋島の乗り物数のことは俺も知っているから、あいつがどういう間違いを仕掛けているかすぐ分かった。 なべしま様をそにんして、それが検討違いだとなれば、奉行と藤波を腹を切らなくちゃはならねえ。こちらの月番というわけでもなし、俺にしちゃどうだっていいことなんだから、下手に泳ぎ出さねえようにしっかりと藤波を踏んじばってしまい、偽手紙を書いて、南の奉行へ届けてやった。と、言いながら、海中から手紙を取り出し。ところで、藤波という奴の合情には相当磨きがかかっている。 まあ、これを見ろ。広松が受け取って読んでみると、救命のご恩義は終生忘れないが、そのためにあなたに屈するようなことはない。この次の機会にまた勝負をしよう。今度こそあなたを叩きのめしてみせる。と書いてあった。